あ、はい、発表時間は30分です。それでは皆さん拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。続、絵を読む技術、 Python で読むイラストの心理戦略ということで、こちらのタイトルで私広さじが発表させていただきます。よろしくお願いします。まずですね、こちら講演ですね、続編です。続編なんですけれども、単独で全然楽しめる内容なので、ぜひ楽しんでいってください。で、まあ、お前誰だって話なんですけども、私は広さじという名前で活動するしがない社会人絵描きです。で、まあ、本業はウェブエンジニアやってます。まあ、イラストは見るのも描くのも好きで、毎日悠々自適にイラストライフ楽しんでいます。まあ、楽しんでいるけど、最近ですね、これ騒がしくないですか。まずこの話題触れなければいけませんよね。今 AI 絵師の、勢い止まらないですね。本当にもうこの2ヶ月間ぐらい、ツイッター見ると毎日新しい AI 絵師のニュースとか飛び込んでくるし、イラストレーターの取り巻く環境ってどんどん変わってるなっていうふうに感じられますよね。で、まあ、AI 絵師のすごいところって、まあ、なんといってもうまいイラストが、もう簡単なプロンプトとラフだけでもうめっちゃエモいイラストがすぐ描けるというのがやっぱすごいところですよね。こうイラスト1枚を仕上げるのに何時間も何日もかけているイラストレーターにとって、これは大きな脅威になると、もう多くの人が口を揃えて言っているんですけれども、まあ、ただですね、イラストレーターは、まあ、まず絵がうまければいいのかって話なんですよ。そんなことは実際ないんですね。イラストレーターの使命はファンを喜ばせることにあります。ファンは、ファンのニーズに応えてファンに喜んでもらうっていうのが、まあ、本当に最も重要なことで、で、絵のうまさはそのための技能の一つでしかないんですよ。じゃあ AI 絵師の登場で何が変わるのかっていうと、昨日のこれディープブリザードさんって方の動画で言ってたんですけど、AI はイラストを短時間で仕上げる補助ツールになるだろうというふうに予測してました。そして絵のクオリティは全体的に上がっていって、今後どんなイラストレーターがこのイラストを描いたのかっていうのが、より重要視されるだろうと言っていました。だからこのコメントに関しては本当に言えてみようだなと僕も思います。おそらく絵のうまさよりも今後は絵描きの絵柄だとか題材の独自性みたいな絵師らしさがより重要視されていくだろうなと僕も思っています。なのでこれからのイラストレーターは絵をうまく描くために AI の補助ツールっていうのを使うのはもちろんのこと、まあ、もっといろんな可能性に目を向けていいんだろうなと僕は思います。まあ、AI から筆の速さと無尽蔵のアイデアをもらいながら、人間はより早く広くファンのニーズに応えていくっていうのを考えるのが、まあ、これからのイラストレーターの生存戦略になっていくと僕は思っています。はい、まあ、そんな感じですね。ここから本題に入らせていただきます。今回は、まあ、AI とも一緒に考えたいイラストの心理戦略について解説させていただきます。まあ、あんまり具体的な提案とかはないんですけれども、今回はまあ皆さんの情報収集の一環だというような感じで、今回は心理戦略の構造を想像できるようになるまでをちょっと目標とさせてください。ちなみにこれ前回の発表ではこの戦略を絵師の狙いと言い換えて解説しました。まあ一応前回の発表、今回の発表は前回からの地続きなので、簡単にちょっと今回の発表の位置づけ振り返させてください。前回はですね、イラスト全体の戦略を大きく2つに分けて解説しました。イラストのどこを伝えるのか、イラストで何を伝えるのかといった趣旨に基づいた戦略です。ただこれね、後半のイラストで何を伝えるかについてはちょっと、まあ、イラストの構成要素の機能を紹介するまででちょっととどまってしまいました。なので今回はそのイラストの構成要素の中でも心理に作用する色、光、キャラクターの3要素について深掘りしたいと思います。で、それらの3要素ですね、戦略ピラミッドとかよくあるやつに整理してみると、まあ、こんな感じなんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、要はこれ言いたいことは、一番上にある目的を、目的とする引き出したい感情や情動に合わせてキャラクターや光、色の中で適切な戦略を選べるようになろうというような話ですね。という感じで今回はこんな感じの流れで説明させていただきます。前半にキャラクターの心理戦略、後半に光色色の心理戦略って感じで話させていただきます。で、早速キャラクターの心理戦略、
まずキャラクターが登場するイラストには大きく2つの趣旨があります。キャラクターの魅力を伝えること、ストーリーやシーンを伝えること。1枚のイラストにこの2つの趣旨っていうのは、まあ、同梱することは結構あるので二律背反の趣旨では、まあ、ありません。ただちょっとねこれ後半の方はキャラクターの以外の要素が結構必要なので重厚なので、今回は前者のキャラクターの魅力を伝えるっていうところでちょっと説明を絞らせてください。そのこのキャラクターの魅力を伝えるってことの心理戦略について考えていきたいと思います。ではキャラクターの魅力的なキャラクターのイラストの条件ってのは何なのかっていうと、これですね、キャラクター性が分かりやすいことです。ですね、キャラクター性っていうのはそのキャラクターの持ち味となる性格や特徴のことですね。まあ、英語で言うとパーソナリティっていうのがニュアンスが近いです。そしてこのキャラクター性はポーズと表情によって伝えることができます。じゃあポーズと表情って絵描くときにどう決まってるのっていうと、全部オーダーメイドなんですね。はい、一例としてここに載せているエヴァ真城さんって方の事例では、まず描きたいキャラクターを決めると、そのキャラクターで表現したいことを次に決める、その表現したいことがちゃんと表現できてるかなっていうのを何度もラフを重ねてながら実際に仕上げるイラストを一つ決めるというような過程を経てやっているわけです。なのでポーズと表情を決めるっていうのはめちゃめちゃクリエイティブなプロセスなんですよ。とはいえですよ、絵師はみんなこう思います。とはいえオーダーメイドとはいえなんか定石ないですか、毎回そんなクリエイティブな作業をするのしんどいんですよ。まあそれが人ですよね。実際あります。しかも全人類に聞くすごい定石があります。これ今回ですね、その代表的な定石としてコントラポスト、それから原始的な定石として性戦略、この2つについて紹介します。まず1つ目がコントラポストですね。これ結構有名なんで聞いたこともある人が多いと思いますけれども、コントラポストっていうのは片足に体重の多くがかかった姿勢のことです。これ躍動感を生むポーズとして紀元前に発明されて以来もう今でもすごく使われているものですね。ただねこれ技法書とか読んでも理屈がようわからんのですよ躍動感を生むポーズだよコントラポストっていうふうに書かれてるんですけれども、それだと納得いかないじゃないですか。でちゃんと調べてみると、美術心理学とあと視覚心理学の分野にちゃんと答えが書いてありました。まず片足に体重がかかった姿勢っていうのは行動の途中のポーズなんですよ。不安定な状態なんですね。で片足に体重がかかると骨盤が傾いて、で、まあ、体の軸がずれて、でそのずれとか、まあ、傾きっていうのを修正するために無意識に頭や体や両手両足ともう全身がバラバラにバランスを取るんですね。そうなるとどんな状態になるかっていうと、全身を使ってジェスチャーをしている状態になるんですよ。もう体全体にそのキャラクターの行動、意思、ひいてはキャラクター性が現れる状態になるんです。その一方でこのキャラクターを見る人はどんなことが起きているかっていうと、人間は本能的に目の前の危機を常に回避しようとするために次に目の前で起こることっていうのを推測し続けている生き物なんですね。なので行動の途中のキャラクターなんていうのが目の前に現れたら思わず見ちゃうんですよ。分析すぐにしたくなるんですよ。なのですごく有目性が高いんですね。そして分析する人物っていうのがキャラクター性が分かりやすいわけですから、そのキャラクターの心情が分かって、で人は相手の内面を知ると不思議と好感持っちゃうんですね。これ熟知性の原理って言われてるんですけれども、まあそんな感じのキャラクターの性が分かりやすくて思わず見ちゃう、そして思わず好感を持っちゃうといった一連の人間の習性をパッケージ化したものがコントラポストというポーズなんです。まあここまで説明するの難しいですよね、多分技法上に関しては。これがコントラポストの理屈の一つです。それからもう一つあります。これは単純ですね、イラストとか写真のモデルになる人って大体プロポーションいいじゃないですか。でプロポーションの良さをそれがさらに強調する効果があるのがコントラポストです。肉体美を強調するってやつですね。で、特に顕著なのが大きな S 字カーブを描くタイプのポーズです。
で、S 字カーブを描くポーズは体の構造上女性が得意なポーズなんですね。女性はまあ男性よりも骨盤が広くて、でこのポーズを取ると体のラインとか凹凸が際立つんですよ。そう、女性が得意なポーズなんです。なので、特に女性の肉体美を強調したいときにこのコントラポストっていうのは使われがちです。で、実際女性のポーズから共通点を調べた方がいました。まあ統計を取ったわけじゃないみたいなんですけども、女性のポージングの多くに、まあ、コントラポストが使われていたよっていうような報告があります。そして片足に体重がかかっていること以外にもう2つ条件が見出されました。それが胴体が立体的にひねっている、そして肩と腰の左右が互い違いになっているというようなことです。ってことで、まあ、ここでコントラポストの条件の一つ、最後に言った肩と腰の高さが互い違いであることっていうのを、検出して Python で検出してみたいと思います。まあ、まずはこれ必要なのが 2D の現物画像から 3D のキーポイントを推定することなんですけれども、これまあいくつか試してみて、まあ 3D の姿勢推定はまあイラストの 3D の姿勢推定って文脈で言うと、まあ今のソタの中でいうメトロっていうアプローチが一番感触が良かったです。こう全身写っていればある程度デフォルメが強くても推定してくれました。これコードはまあコラボで公開しているので、ぜひなんか気になる方は見てみてください。ということで、これで推定したキーポイントの座標同士の相対的な位置関係っていうのを計算することで、肩と腰の高さが互い違いになっているっていうことが判別できますという感じで、コントラポストは判別できましたと。いや、コントラポストいいものなんですよね。なんですけど、これだとプロポーションがいいキャラクターが有利って話で終わっちゃうじゃないですか。なので続いてはプロポーションの良さもまあもちろん含めて、全人類にリーチできるキャラクターの持ち味っていうのを性戦略の観点から見ていきたいと思います。さて、性戦略って言葉が出ましたけども、私たちの、ね、遺伝子にはプログラムされてるんですよ。もうすでに惹かれるキャラクターの条件っていうのが、でそれが男女別にいろいろまああるので、まあパパッとちょっとこれ紹介しますね。まずは男性が好む女性の特徴について。男性は基本的に繁殖感の高い、まあ、つまり妊娠が成果しやすいっていうような女性を好みます。で、妊娠は、健康で若い女性ほど成功率が上がるってこともあって、で特に昔とか私たちの遺伝子を紡いだ世代の祖先の時代っていうのは、女性に限らず、なんだ、年齢を数えることも健康診断ももちろんなかったわけですから、完全に見た目だけで若くて健康だと分かるっていうこと、特徴を好むんですよね。なのでそれがまあ実際どんな特徴なのっていうと、まあ、いっぱいあります。めちゃめちゃいっぱいありますで、まあ、ざっくり言うと女性キャラで描かれるフェチっていう風なものは大体これです。これに起因します。まあ、本当にたくさんあるので、まあ、気になる方はちょっとこれ見てください。まあ、もちろんこれの他にもたくさんあります。で次ですね、今度は女性が好む男性の特徴についてです。まあ、女性の方はですね、自分や自分の子供を長期的に支援してくれる、つまりずっと味方でいてくれる強い男性を好みます。まあ、これですね、ちょっと困ったことに見た目だとそれなかなか判断できないんですよ。年上の人はそういう能力を持ちがち、まあ、資産とか地位とかも高いから守ってくれる能力があるってことで、年上を好む傾向はあるんですけれども、まあそれ以外はちょっと思いつかないんで、これは、はい、皆さんにちょっとぜひ考えてみたいな、いただきたいなと思います。続いて、男女ともに顔が美しい女性を好みます。顔の美しさの条件は左右対称の平均顔ということです。特に左右対称の顔っていうと、病気で歪みがない、かつ今まで優秀な遺伝子を持つ血族の上に立っているというの象徴なんですね。優秀な遺伝子が顔のいい人を求めるから、まあ、それが血脈として培われているというような人物であることが証明されているものなので、もうこれは特に男女ともに好まれがちの特徴です。それから自分に好意がある異性のことも男女は好みます。
自分に好意があるかどうかは、まあ、主に目の様子から判別するんですけれども、例えばイラストではこうこっち向いていて、で瞳孔が開いている、瞳孔開くっていうのは、まあ、生理的にその人に興味があるって時に現れる特徴なんですけれども、その瞳孔が開いているっていうのが分かりやすい目のデザインを描けばとても効果的なんですね。そのこっちに興味があるってことが分かりやすいので、まあそんな感じで自分に興味がある人は好まれます。そして今度は同性に対してですね、これは男女ともに身内やお手本になってくれる人っていうのを好みます。これはまあどんな人をお手本にしたいかとかいろいろそういうのは人によって変わるので、これもうちょっと説明はなしです。はい、そして最後に子供について、男女ともに子供らしい特徴を持っている人物っていうのをまあ好みます。まあ、これ人物に限らず生き物全体の話ですね。子供らしい特徴はまあベビースキーマって言われてるんですけれども、これ持ってる生き物、まあ生き物に限らず実年齢も種族も次元も関係なく、そういった特徴を持つものは愛らしく思ってしまうというようなことがあります。まあこんな感じでいろいろ話しましたが、これらはどれも全人類が好む特徴なので、キャラクターにちゃんと描いてこれうまく強調して取り入れることができれば受けるイラストが作れます。特にこれ黄色い背景をつけているやつは、まあ、外見的に分かりやすい特徴なのでこれらは使いやすいですね。でただですね、無計画にこれ取り上げすぎると、炎上するんで気をつけてください。はい、なんだろうな、まあ、これはあくまでもキャラクターの要件に見合った魅力を強調するっていうのがおすすめなので皆さん気をつけましょうってことで、こんなアンチパターンを踏まないためにもこの露骨な表現を念のため Python で検出してみましょうという感じで、いざ実装してみようと考えました。これですね、こういったフィルターの実装って実はまあ SNS とか画像検索エンジンとかがもう古くからやっていて、まあ、OSS もかなり多くあるんですね。なのでフリーライドすごくしやすいです。で、イラストに特化したモデルっていうのでヌードネットってやつを今回使ったんですけれども、これライブラリ付きでもうほんのこれ3行とかでかけてもう検出結果出るような形にもうパッケージ化されているので、もう本当参入するハードルめっちゃ低いんで、興味ある方はぜひやってみてください。というところまでが前半でした。はい、ざっと振り返ります。まずキャラクターが登場するイラストの趣旨の中で、今回はキャラクターの魅力を伝えるってところに着目しました。でそんな、キャラクターの魅力は、ポーズと表情によって引き出されます。そんなポーズと表情がをデザインするのに役立つ定石っていうのがコントラポストと性戦略でした。ただ性戦略の乱用は気をつけようね、危険なのでっていう話で締めくくらせていただきました。はい、最後にですね、でもこの紹介したコントラポストと性戦略、まあ、Python で簡単になんか検出できましたよね。なので今の AIS たちも多分理解してるんだと思います。これ人間好きでしょっていうような特徴なので、イラストレーターはそういったところの強調は、AIS に任せつつ、今後注力するべきは他の要素にあるんじゃないかなと見込んでいます。はい、というところまでが前半でした。続いて後半に入ります。光と色の心理戦略についてです。まず前提知識をちょっと、おさらいしましょう。世の中の色のすべて、それは光に依存しています。これパッと言われてピンとこないかもしれないんですけども、例として光源がすべてブルーライトになってしまったときどうでしょう。私たちは青と、まあ、黒しか識別することが認識することができなくなってしまうんですよ。まあ 100% ブルーライトの世界なんてまずないんですけども、でも色が偏ることって日常生活でよくあるんですよね。まあ、夕日に照らされたオブジェクトとかってもう赤く染まりますし、そしてその影の部分は青空で照らされて青空色になるんですよ。天空光に照らされると、まあ、その色になるというような話なんですけれども、まあ、そんな感じで色が、光に依存しているっていうことがこれで想像できると思います。なのでひとまずこの光の色っていうのを分離しましょう。分離して別々に議論するためにまず Python で、照明の色を消してみます。これに関してはですね、
カメラのホワイトバランスを研究するアップル社員がいて、その方がリポジトリ公開してくれていました。で、そのサンプルコードをちょっと組み合わせるだけで簡単にこれ実現できましたね。でもね、詳細語りません。これなんでかっていうと、イラストに転用できないんですよデフォルメが弱い、こうリアリティスティックなちょっとイラストに関しては、光の色っていうのが結構抜けるんですけども、デフォルメが強いイラストってなると色の補正がちょっとうまくいかないんですよね。これなんでかっていうと、理由は分かっていて、まあ、結構単純なんですね。こうイラストは往々にして光の物理現象を無視するんですよ。例えば桜の色ってソメイヨシノとかって白なんですけども、花なんですけど、桜描くときってピンクで描かれがちじゃないですか。あれって、人が物を見るときに実際の色じゃなくて、その物の印象を記憶してるんですね。これ記憶色って言うんですけれども、イラストではその記憶色っていう色を結構選ばれがちなので、まあなんか物理現象をちょっと無視してるなっていう一面があります。また立体的な表現もまあ省略されてしまって、色の情報が少なくなってしまうっていうのも原因の一つです。他にもこうあえて光の現象に逆らうっていうコンプレックスハーモニーっていうスタイルの存在とか、なんかいろいろとにかくイラストって物理現象を無視するんですよ。なのでごめんなさい、今回はイラストから光を分析するの難しいんで、光のことは一旦忘れましょう。忘れて色の話にします。色の話に集中しましょう。はい、なので色の話をします。色の役目っていう話なんですけど、まあ、これはイラストの制作フローの段階によって大きく2つ色の役目ってあるんですね。イラスト制作では一般にこうイラストをいきなり仕上げるんじゃなくて、まあ、まずざっくりとした色を塗った、色ラフっていうのを依頼主に提出して、で認識のすり合わせをするんですね。このイメージでコンセプトでいいですかって感じで、でその依頼主との合意が取れたら、その後にイラストの色を描き込んで仕上げていくんです。でこの2つですね、配色によってコンセプトを決めるっていうこと、それから塗りでクオリティを上げるっていうこと、これが色の戦略を決定づける色の役割です。で今回は主にですね、配色によるコンセプトを決めるっていうところをざっくり話していくんですけども、まあ、といっても配色のコンセプトって極端に言うと2つの分岐を決めればいいんですよ。これですね、まず1つ目が全体の色を統一、こちらまず1つ目の分岐なんですけども、全体の色を統一させて、類似させるか、でそれから類似させずに分散させるかっていうような分岐、もう1つが被写体と背景の色を、同化させるか、それとも対比させるか。言葉で言ってもこれちょっとなんかパッと想像できないと思うんで、 Python で実際に色の配色っていうのを、見てみましょう。でここでまあ作ったのが、イラスト全体の色をマッピングするこうメッシュ状のテーブルと、あと色相関っていうのを模して作った、円形の、ヒストグラムです。これらですね、まあ、実際の作り方はコラボを見ていただきたいんですけれども、どちらもマットプロットの標準機能で作れちゃうんですよね。本当これマットプロットめっちゃ便利だなっていうふうにこれ改めて思いました。これでまずイラスト全体の配色が類似しているか分散しているかをこれで確認します。まずこれは全体の配色が分散している例なんですけれども、これ左のテーブル見ても赤と黄色の2色が分散しているってことが分かるし、右のヒストグラム見てもまあこれ明らかに赤と黄色が分散しているっていうのが分かりますよね。なのでまあこんな感じで分散しているのが分かります。それから次は全体の配色が統一されて類似しているっていうような例です。右のヒストグラム見ると、え分散してるじゃんって思うかもしれないんですけども、左のテーブル見てください。これね、まあ、色が地続きになっているのが分かると思います。こんな感じでこうグラデーションで色を一塊にして類似させるっていう例もあるんですね。でまあこの中で最も使われている色っていうのは何色っていうと紫っていうのが分かると思いますけれども、もうこのイラスト全体を支配するのが紫色っていうことがこれには分かります。類似しているときには最も面積の多い色がそのイラストの全体の雰囲気を決めるということで、これなんか、ね、このイラスト紫特有のこうミステリアスな感じ出てますよね。
といった感じで配色の分析するのすごく楽しいんですが、まあ、慣れてきたらさらに細かいパターンっていうのが当てはめると、まあ、もっと色の世界にディープダイブできるので、楽しいので、これぜひ興味持っている方はやってみてください。そして次にやるのは被写体 と、背景を分けてそれぞれどんな配色の関係にあるかを探ることです。まずセグメンテーションのちょっと、巨人の肩に乗って被写体と背景を分離してみましょう。これすごくいろんな事例ありますけれども、僕は、はい、イラストで結構切り取りやすかったカーブキットってやつがお気に入りです。でそれでこれで分離した素材の色を分析してみると、これで見ると被写体の配色に近い黄色が、まあ、背景を補う形でこう背景のなんか足りない色、逆か、被写体の配色に近い色の中で、まあ、ちょっと足りなそうだなっていう黄色を補っているというような形の配色になっています。これなので被写体と背景が色が同化しているっていうのがこれで分かりますね。なので被写体と背景が持つ感情がすごくマッチしていて、これで明るくて朗らかに感じるっていうのがこれで分かります。それからこちら対比している例です。これは右のヒストグラムとか見るともう明らかですよね。被写体の方は赤の成分が多いのに、背景は赤の補色に近い緑の成分が多いというような感じなので、明らかにこれ対比の関係にあります。でこの場合被写体側、まあ、被写体を目立たせて注目させたいんです。これ被写体の女の子の可愛さに注目してっていうのが、うん、すごく感じられるイラストになっています。とか、まあ、私の言葉でなんかいろいろ説明しましたけれども、もっと、色のプロの人が、プロのイラストをより詳細に分析している事例があるので、なんとこの本今発売中です。なんか今んダイレクトマーケティング急にしちゃってますが、これかなり、まあ、面白い本ではあるので、こういった分析好きな方はぜひお手に取ってみてください。はい、っていうのが配色からコンセプトを探すって話なんですけれども、そうですね、ちょっともう時間がないんで、ごめんなさい、ここの部分はカットします。はい、一応エントロピーっていうのを使えば書き込みが多い領域が推定できるよっていうような話題でした。はい、以上で後半まとめさせていただきます。はい、後半の方はですね、光の分析を、まあ、ちょっと断念した後に色の分析で主に配色からコンセプトを抽出するってことをやりました。ちなみにですね、今後クリエイターが注力すべきはやはりこの配色のコンセプトの設計だと私は考えています。まあ、塗りの部分はきっと AI とかに、まあ、任せられるんだろうな今後はって想像してますね。と、以上でこのプレゼンは終了の時刻になりますが、最後にこのプレゼンでやったことをまとめます。今回はキャラクターと光、色の心理戦略の構造化に挑んで、このいくつかを Python で再現しました。そして特にキャラクターの魅力を引き出す定石と配色のコンセプトの設計っていうところを重点的に解説しました。それから、まあ、最後におまけです。最初にイラストレーターと AI は協業できるぞ、するといいぞって話しましたけども、実はこのスライド自体も AI と協業して作りました。はい、プレゼンのところどころに使ったイラスト、実はあれ僕の絵柄を AI が学習して、生成したものなんですね。それを、まあ、使いました。まあ、これもイラストレーターと AI が協業した事例の一つっていうふうに言えるかもしれないですね。まあ、未来は明るいってことで、はい、それで後はよろしいようでってことで締めさせていただきます。はい、ご清聴ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。何か質問がある方はスライドに書き込みの方をお願いいたします。スライドにいくつか質問が上がっているようですので、上から確認して伺っていきたいと思います。まずは広差さんの本人から、発表資料はスピーカーデックにありますとありますので、皆さんご確認お願いします。続きまして質疑です。いわゆる人外系絵師は AI の学習が及んでいないため AI 補助を受けられません。よって絵のクオリティ時間ともに一般的な人を描く絵師さんに競争負けしてしまうのではないかと思います。いかが考えられるでしょうとありますが、いかがでしょうか。いや、本当にそれはその通りだと思います。なかなかこうニッチ層の人とかいうなんか
人たちってなかなかね大変だと思うんですよね。で、まあ自分のイラストをどんどん作っていってっていうだけじゃそれだと難しいと思うっていうのは、なんかこのねディープブリザードさんって方も人外系なんで、それはちょっと愚痴ってたんですねそれに関しては、まあ、ただ人を模しているものなので、ある程度ポーズとかっていうところは結構、うん、なんだろうな、まあ割と構図の参考とかにはできると思うので、まあ、一部を取り入れつつという感じで、できたらいいなというふうにこの方は言ってらっしゃいました。まあ、あとはちょっと、うん、そこの部分は多分ニッチなところで戦える絵師の仕事っていうところで生き残っていくんじゃないかなと僕は考えていますって感じですかね。ありがとうございます。続きまして、 AI もコントラポストなどの定石に沿った絵を出しているのでしょうか、学習時の入力によるのかもしれませんがとありますが、いかがでしょうか。はい、その通りだと思います。で、まあ、なんだろうな、学習時のイラストによって変わるんですけども、大体、まあ、イラストって結構コントラポストに沿って、作られているものっていうのが、まあ、半分ぐらいそうだと思うんですよね。なので、まあ、自動的にってことはないですけれども、大体出力結果ってコントラポストに沿ったキャラクターのポーズが出力されるんじゃないかなと思います。ちょっとそれに関してはまあ全然統計とか取ってないんで、違ったらちょっと声かけてください。ありがとうございます。いいね数が急上昇している質問がありまして、お諸葛ジョジョ立ちはコントラポストという理解で合っていますか。ほぼ正解ですいや、もうマジであれコントラポストをね、女性がなんか得意なポーズって言ってましたけれども、ジョジョ立ちしているキャラクターって結構女性的じゃないですか、見た目的に。まあ本当にね、女性のコントラポストを使っているのにあんなたくましい男があんなポーズしてるっていう意外性で多分ジョジョ立ちってすごく受けてるんだと思います。はい、僕もちょっとねそれは素材として一回テストで使ってみたら全部ジョジョ立ち、驚くほどコントラポストだったので、いい質問だなと思いました。ありがとうございます。たくさん質問が来ておりまして、実際に絵を調整するときにカラー分布を使う作業はしますか、どれくらい時間がかかる、時間短縮につながるものなのでしょうかとあります。実際の絵を描くプロセスでどうやって、それに関してはですね、まあ、よくビジュアルリファレンスっていうものを絵師は使うんですけれども、まあ、実際の舞台の絵とか描きたいキャラクターのなんか舞台とかに立っているなんか光が当たっている人物だとかっていうのところからカラーピックするんです。でそれをパレットとして使って、まあ、実際にできてるかなっていうのを確認して、まあ、その後に多分配色がバランスいいかなっていうので僕が作った、最後に紹介した配色のマッピングとかも使ってよしっていうことが結構確認できてると思うので、まあそんな感じですかね、今回答になってるかな。あ、なるほど、うん、ありがとうございます。いくつかまだございまして、普段どんなツールかっこソフトウェアで書かれているのでしょうかとありますが、いかがでしょうか。クリップスタジオとフォトショップを僕は使ってますね。まあそれぞれ派遣取ってるし、うん、クリップスタジオは日本語の資料が多いし、フォトショップはやっぱりツールとして万能なので、そのあたりは持ちつ持たれつ使ってますね、うん。ありがとうございます。まだまだ来ておりまして、記憶色か自然色かを分析する手法はありますかとありますが、いかがでしょうか。これに関しては研究の論文見たことがあって、どうやって記憶色に一貫したこう傾向があるのかっていう分析をした方がいらっしゃったんですけども、全然なかったんですよ。バラバラだったんですね、驚くほど。で、これに関しては、まあ、難しいな、どうやって考察するかは。まあ、さっき桜の例挙げましたけども、桜って引いてみると桜の木って実際ピンク色なんですよ。でも花見るとピンクじゃないんですよ、白なんですよっていう感じで、まあ、全体の印象っていうのが一部の花に適用されているってことなんで、まあ、
そうなると全体の印象と何らかの印象を持ってその色が決まっているわけなので、ただ物によってその印象が変わるので、まあ、全然なんかそのあたりはバラバラになってしまうなというような感じですね。はい、はい、ありがとうございます。あと数件ですね。 AI の画像を見て、お、これは何か活用できるのではと思ったことはありますか。あ、めちゃめちゃありますよ。実際に何か活動に生かしたことなどありますか、うん、と。あ、実はこれね、その最後に紹介した絵柄を学んで出力してくれるっていうやつ、これを2週間ぐらい前に作ってもらったんですけど、これ2、3週間かな、うん、まあ、これ見て思ったのがこのツイートの通りなんですけども、あのインスピレーションの元になるし、こう自分の絵柄に寄せてくれるんで、描いたことない対象を描くときに自分のスタイルになると、あ、こんな感じの塗りで使えるんだみたいな、あの学びの対象にもなったりとかなるので、すごく、うん、まあ、まずこれに関しては、まあ、絵柄の AI なんですけれども、絵柄学習する AI なんですけれども、他にも、まあ、なんだろうな、うん、こういう光のバランス使うんだとか、いろいろ参考になるところは絵師目線ではたくさんあるので、そこはまあなんか出力結果見て実際にどうやって使ってみるかっていうのを自分でもいろいろ考えてみたいとこれから思うので、はい、うん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あとはコメントとして、イラストの色戦略と写真の色戦略結構違うところがありそうな気がします、この違いを考える必要がありそうですね、とあります。ありそう、はい、コメントありがとうございます。それでは、そうですね、もし他に何か質問がある方であったり、まあ、直接お話したい方は廊下やオープンスペースでお話しすることもできますので、よろしくお願いいたします。それではトークの方を終了したいと思います。発表ありがとうございました。ありがとうございました。